野島 T リーグ3年目ラブオール蹴った場面でも大丈夫だよっていうベンチからの言葉であったり本当に安心すると思うんですよね。さあ一方のサマラとしては非常に出足は良かったんですが、そうですね、フォア前のサービスからの展開で考えてきたんですが、やはり海斗選手もですねフォアではダメだったらチキータといった、そうですね、しっかりと変えてますので、レシーブから仕掛けていきました。あとラリーの中でまだサマラ選手がつないでる部分が多くあったので、はい、そこをですねしっかりとスピードあるボールでいきたいですね。第1ゲームと同じように2ラブとリードしました、はい、エンドが変わっています。手前にトップのサマラ、ロングサーブを使う、これですね。そうですね、このボールをサマラがどうしても繋いでいるので、はい、早田の強打が待っているということですね。台から下がってバック側に打たれてしまうと今のように繋ぐしかないので、はい、そこは分かってるんですよね、はい、早田選手フォア側に持っていくとフォアドライブがあるので、はい、サマラ選手が台から下がったらバックに徹底してます、はい、今はサマラは反省を生かしてバックスイングバックハンドを強振しましたがネットに当たってオーバー2オールです。このラリーも早田です。早田はやっぱり逆に台から離れませんね。はい、離れないですね、早田のフォアハンドドライブがネットにかかりました。3オール、今つっついてチャンスボールだったんですけどね。今何が合わなかったんですかね。タイミングがまさかつっつくとはといった準備不足だったと思うんですね、はい、エッジです。台の角に当たった場合はエッジとしてインが認められます。側面に当たった場合はサイドアウトになります。フォースリーです。ロングサーブ、このロングサーブもどうなんでしょうか。本数の問題ってどうですか、出しすぎですか、これぐらい出した方がいいですか。バックに長いサーブは早田選手、今対応できているので、はい、今ミドルに長いサービスを出したんですね、はい、今はバックに長いサービスですけど、出すならミドルに長いサービスの方がいいかなと思うんですよね、はい、場所の問題だと思うんですけれど、はい、右利きの右、左利きの左をフォアと言います。その逆をバック、体の当たりをミドルと言います。サマラとしてはここから勝負ですね。はい、勝負ですね。4-6、2点のリードを許して自分のサーブです。これはコースが全く分かりませんでした。ストレート、サマラ選手のですねラリーでの台の位置がバックで打つときは前、そしてフォアがですね少し台から下がってしまうので、まあ、そういった打球点の位置というところで今そうですねラリーになってもフォアは下がらずに前で打った方がいいかもしれないですね。ただ追いつきましたね。6ゴールです、はい、ループドライブ、逆転です。サマラ4-6から3連続ポイント。今の前で自分のボールにして返しました。そういったパターンですね、いいと思います。サマラはファーストシーズンからトップのメンバー、ファーストシーズンが3勝4敗、セカンドシーズンは3勝3敗でした。読んでますね。フォア前のサービスに対してはバックで対応してますので、はい、読まれてますね。回り込んでのチキータでした、はい、ミドル前ドライブ、連続ドライブはミスになりました。ネットに当たってオーバー、9-7です。ラケットを見つめましたエリザベタ・サマラ。
ットに当たってオーバー、サービスエースです。フェンス7です。早田選手も途中から投げ上げての順回転のサービスに変えました。はい、これですね、はい、早田のつなぎのボール、サマラのフォアハンド、8点です。トップのメンバーたち拍手をしてサマラに声援を送ります。迷いますね、長いサービスも対応されてるし、フォア前もチキータがあるので順回転の道をですね、はい、バック前に出しました。厳しいコースをつきます。9点です。さあ森本さん、1点差です。はい、同じサービスもう1本出して、まあ、チキータあるかもしれないですけど、3球目狙っていけばチャンスあると思います。フォア前に出しました。サービスエースです。今のサーブは、はい、今巻き込みサービスですね、はい、もう神頼みだと話していた藤川秀夫監督です。そうですね、チームの初勝利目指してですね、10オールです。デュース割りません。この1本で決まります。フォアから巻き込みサーブ、サマラがガッツポーズ。このゲームを逆転で取りました。森本さん、はい、サマラ気合の見事な逆転でした。そうですね、最後は4連続ポイントですか。はい、点セブンからですね、はい、そうですね、早田選手が少しボンミスもあったので、まあ、ラッキーな部分はありますけれども、ただサマラ選手としてはこの1ゲーそうですね、2ゲーム目取れたのは逆転して取れたの大きいですね。はい、範囲にアドバイスを送ります、うん、